よう皆さんこんにちは、おはようございます。今日は今実家に帰ってきてるんですけど、パパッとブログ撮っていきたいと、ビログ撮っていきたいと思います。今日ちょっと今から、おはようございます。今日今からちょっとニセコに行ってゴルフをします。今朝の6時何時だ、はい、6時50分なんだけど、ティーオフが9時なので、はい、ニセコに素早く行ってティーオフしたいと思います。まあゴルフかなり5ヶ月ぶりぐらいなので楽しみです。 Let's see。 まあ今日は気軽にパパッと、まあこの、まあ、実家に帰ってきてる間ちょっとまあ何するかをパパッとビログ撮っていきたいと思いますので、 Let's go。前に冬よく来てる、まあ、ニセコのスキー場がありますね。赤信号はしっかり止まりましょう。良い子の皆さんは赤信号止まりましょう。なんかめっちゃ静かになったね。ゆっくりに止まってから風もないし、ああずっと運転しっぱなしだったからすごい、ね、静かじゃなかった。ゴルフ場に着きました。Yes. Am I ready? Yes, I am. Ready でございます。準備できましたか？準備はいい？準備いいよ。OK. Alright. ゴルフ頑張っていきます。Alright. セカンドホール行きましょう。最初はちょっとあんまり良くなかったんだけど、これかなりショートホールだから。ちょっと遠いね。オーライ、9ホール目終わりそう。ちょっとね、前の人が行くまでちょっと待ってます。あれもスコアは悪くないですね、今のところは。 OB も、まあ、1回あったよね、 OB あった。はい、でもまあいい感じです。いい練習になってます。ゴルフが終わって今日泊まるところに来ました。ゴルフはね、まあまあでした。スコア110前半って感じ。まあ前やった時はかなりやばかったんですけど、まあ今回は前よりマイナス、まあ、10以上だったので、まあハッピーです。まあ今日はこれから、まあちょっとリラックスして、まあ泳いだり筋トレしたりして、ちょっとリラックスしたいと思います。なので、とりあえず部屋に、まあ僕も今ちょっと入ったばっかなんだけど、はい、ちょっとツアーをしますか。Alright. このスリッパ重要だね。スリッパを履きましょう。てかでかくない？これめっちゃでかい。でかい。バスルームが King of the Castle、 King of King in the Castle、 King in the Castle。 いや今ジョークなんですけど、カメラマンさんも笑ってください。面白い。すごい。いや絶対ですね。絶対面白いと思ってないでしょ。思ってない。はい、でベッドですね。でバスルームがちょうどでかい。で、まあ僕たちに一番大事なのがライティングですよね。ここはかなりライティングがあるので、ここでちょっと仕事とかもできます。こっちの方が心地いいね。 Yes。外の景色を見ながら、そりゃ、セック。まあ今日はここに泊まってニセコなんですけど、はい、ちょっとリラックスして、まあ仕事を筋トレして、はい、またこれからプールに行こうかな。まあ次のクリップでお会いしましょう。ちょっとね、プールに行く前にちょっとパパッとジムに行きます。ちょっと肩と腕をパパッとやって、ちょっと足もやるかな。まあちょっと気分に合わせて、結構疲れてるんで、そんなになんかすごいハードコアなワークアウトはしないんですけど、はい、なんかちょっとジャパニーズガーデンがあるね。まあとりあえず上に行きましょう。 Alright, let's go to the gym。 ちょっとね、あ、消毒、あっちへ行った。
ゴルフでちょっとすり減ったから痛い今の。まあいいや。Doesn't matter. Oh, actually, ちょっと水を最初に水分補給をしましょう。で、あ、まあ悪くないね。まあ、マシンがちょこっとあって、で、スミスマシンとダンベル20キロまであるから、まあパンプ的な感じでできますね。まあさっきインスタのストーリーにもあげたんだけど、まあダイエット中、減量中とかはまあ筋トレ以外にも何か違うアクティビティ、体を動かすアクティビティをやることで本当にダイエットが簡単になります。なのでまあその例として僕は今日ゴルフをしましたまあボールをね、いろんなところに組んでボールを探すので、かなりもう体を動かしたし、有酸素になったし、カロリーも消費されました。なのでまあゴルフしてる間とかね、あんまり食べることとか気にしないじゃないですか。逆にでも何もしないで家にいたら、なんか食べ物あったら少し食べようとかで言って、結局減量がすごい難しくなるんだけど、やっぱりアクティビティ、筋トレ以外の体を動かすアクティビティを入れるっていうことは本当にダイエットには重要なことだと思います。なのでまあ減量つらいなって思ってる方は、なんかね、あの体を動かす、あんまりあの神経に大きな負担がかかんないようなアクティビティを入れると、かなりあのダイエットが簡単になると思うので、試してみてください。このチェストマシンかなりいいですね。どこのメーカーだ、ライフフィットネスか、なんかすごい、なんか本当にフリーウェイトやってるような感じで、かなりよく刺激が入ります。うん、なんかちょっといい感じでぶらつく。最近のトレーニングではこの4週間ぐらい結構マインドマッスルコネクションのフェーズにいました。まあね、やっぱりすごい重要だと思います。強くなるものもいいんですけど、一旦軽くしてしっかりとマインドと筋肉を結びつけるフェーズもすごい大事だと僕は思います。そのフェーズをやってからまた重たいのを扱っていくんだけど、その時にはもっと、まあ、マッスルマインドが強化されているから、その筋肉に刺激を乗せることがしっかりとできるようになるので、はい、僕は結構マッスルマインドを今意識してトレーニングしてます。結構ね、見た目より強いっていうこともあったので、最近はしっかりとしたフォームで重量を伸ばしていくように意識してます。 Alright, swimming time. 準備はいいですか皆さん。どれぐらい大きなフォームができるか、今誰もいないから、いくね。Ready? Ready. Water push up. これで刺激を胸にちゃんと足が補助されてるみたいな感じ。言うな。夏だけどまだプールに行けてなかったね、今年。確かに。初プールでした。初プールだ。はい、まあちょっとプール少しの時間楽しんで、その後ちょっと温泉に行きたいと思います。ふう、まあたまには息抜きもいいですね。ちょっとあっちにスパがあるね。さっきボタンあったんだけど、なんかバブルつけるみたいな。ちょっと押してみるか。押してみよう。なんか起こった？ちょっと何も起こんなかった。いや、ボタン押したんだけど何も起こんなかった。だからまあ今日ゴルフで十分体を動かしたんで、ここプールで泳いだりはあんまりしないです。ちょっとリラックスしてタポタポ。あ、あっちにボタンあるのか。カモン、カモン。OK、ちょっと休んでディナーに来ました。まあお任せでなんかいろいろ出てくると思うのでちょっと楽しみ。まあでも一発目
スープ、なんて言ったっけ、これガスパチオ、ガスパチオ、ガスパチオとパンね、いただきます。結構もう一つ続けてきたね。これなんて言ってたっけ。これはわからない、これはわからない、謎の物体でございます。まあちょっと食べて教える。ちょっと最初はパンにバターを塗ってスターターね。今日は結構一日中カロリーセーブして、まあ、食べるの分かってたので、で、まあ、運動も結構したので、まあ、そんなにすごいプラスになることはないので、まあ、今日は楽しんで美味しい食事をいただきます。ちょっとこの謎の物体が何かをちょっと探ります。箸来たからまずは箸で食べるか。なんだろうこれ、パテか。あ、パテだ、パテ。あ、パテね、ご飯ね。これパンにつけたらめっちゃ美味しいやつ。そういう感じした。僕の予想ではこれパテだと思います。こんな感じで、うん、絶対パテ、匂いでわかる。パテイギリスぶりだ。あんまり日本のスーパーにパテとか売ってないですよね。僕イギリスに住んでた時はパテ本当に大好物、バルクの時は特に良かった、カロリー高いので。それぶりですね、イギリスぶりです。1年ぶりぐらい。あ、うまっ、おいしい。フォアグラのパテですね、めちゃくちゃうまい。じゃあシスターの感想を聞きましょう。この妹は結構味濃いの嫌いなんだけど、好き嫌いも多いし、ちょっとね、感想なんて、どうですか。うん、美味しい。いや、美味しくなさそうな顔して。本当にうまい。ちょっと、やっぱあんま好きじゃないでしょ。そこまで好きではないけど、うん、ほらね、正直に言おうよ。美味しいですよ。ちょっとリッチすぎるかな。リッチすぎる、うん、でも美味しい。たくさんは食べれないけど、まあ結果、僕の妹は嘘が下手っていうことが分かりましたね。そんなこと。僕は正直ですよ、皆さん。ほら、ジャパニーズスタイルで天ぷらが出てきました。すごい多分ね、サクッとしてて脂っこくない感じの天ぷらだと思うんですけど、うん、そんな感じでしょ。うん、うん、そんな感じ。ちょっと全コース取ってたらキリないんですけど、美味しそうなやつだけピックアップして、ちょっと感想、食レポ、魚タンパク質からいきますか。ソースは何、からし。うん、もう揚げたてだね、美味しい、うん。パテとかもね、美味しいんだけど、やっぱり僕は本当のコアは和食ですね。日本食が一番、天ぷらとか一番なんかしっくりくる。昨日かなり筋トレ、あの B1 久しぶりに行ったんだけど、追い込んで背中、胸、腕、全部上半身を飛んでやったので筋肉痛で、なんか全て食べたものが吸収されてるような感じで。 Thank you。で、なんか食べるのが、なんかそういう気持ちありますよね。なんか体筋肉痛で食べるともうその栄養が全て筋肉にいってるような感覚。オーライト、ネクストディッシュ、メインコースの魚でございます。いやー、うますぎてもう取る前に食べちゃった。だからこっちの食べてないの。イエス、こんな感じ。完璧でしょ。はい、ちょっと暗いんだけど、まあ、ディナー終わって、ちょっと今日家族の、まあ、友達の誕生日なので、まあ、ちょっとみんなで最後飲んでグッドナイトしたいと思います。と、はい、いうことで、おやすみなさい、また明日。よう、皆さんおはようございます、寝起きです。朝一、何か分かってますよね、コールドシャワーの時間でございます。なのでちょっと撮りながら、コールシャワータイムベイビーと一番冷たくして、おお、ちょっと体にもうちょっとかけるか。Right, let's go to breakfast. 朝一ということで、
今朝ごはんに向かってます。ちょっとね、昨日からの疲れがまだちょっと残ってます。8時間ぐらい寝たんだけど、ちょっと眠たいですね。まあでもコールドシャワーを浴びたので目がバッチリです。はい、まあ IF ねしてたら朝ごはんは食べてないんだけど、まあ IF してても多分今日の朝ごはんは食べてた。でも僕は朝ごはんはまた食べ始めてるので普通に食べますよ、たくさん。今日は雨が降ってる。迷路みたいでどこがどこだかちょっと分かんなくなってるんだけど、見つけます。 OK、 ちょっとスターターとしてまずパンケーキ系で行って、その後ちょっと和食系の、あとなんだっけ、ウニとイクラ丼、なんかなんぼでもオーダーできるみたいなのでオールアウト行きます。Sometimes they don't even. Some don't even. いろんな食事がごっちゃになってるんだけど、ウニ丼、イクラ、スモークサーモン、味噌汁、フレンチトースト、全部いけるでしょうか。 Oh my god、 朝ごはん終わったんだけどやばかったね。僕普段朝素朴なオートミールとかシンプルなフレンチトーストもシロップとかもあんまりかけないでゼロカロリーを使って食べてるから今日のフレンチトースト、まあ普段の僕の作ってるフレンチトーストがレーティング10だとしたら、今日のはもう1000ぐらいでした。もう全然全然もう違ったクオリティが、すごい美味しかったです。はい、今日は楽しみましたね。ワッフル、フレンチトースト、イクラ、ウニ丼、あとスモークサーモンまあたまにはね、はい、楽しみましょう。体がやっぱり慣れてないからすごい感じます。なんか消化にすごい血液が回ってて、脳がちょっとクラッとして眠たい感じですね。まあでも今日これからのプランとしては、ちょっとね別荘があるので、別荘をまあ今作ってる最中なんですけど、のアップデートを見に行きたいと思います。まあ2年ぐらい前の夏、結構僕手伝ってて、まあ工事のまあちょっと前の段階、地面掘ったりいろいろしてたので、ちょっと思い出深い場所です。まあでも1年ぶりぐらいなので、ちょっとどれぐらい進んでるか、はい、見ていきたいと思います。なのでちょっとね、休んでシュガーラッシュを落ち着かせてから、また次のクリップでお会いしましょう。 OK、 Let's see how this coffee machine works。このコーヒーマシン使うのかなり久々なんだけど、どうやって使うんでしたでしょうか。 Yes、 お願いします。コーヒータイム。まあ今日は特にマクロとか数えてなんか厳しく食事とかしてないけど、基本的それでも僕は飲み物からあんまりカロリーを取るようなことはしないですね。なのでコーヒーとかももう砂糖とかね入れたらカロリーかなり積み重なるんですけど、コーヒーは基本的ストレートが好きです。 Oh, that's it? That's it? あ、エクスプレッソか、一番強いやつ選んでた。 OKAlright, まあいいや。じゃあこれでいただきますよ。Cheers。強っ。大きな朝ごはんの後コーヒー飲むとすっきりしますね。しかも強いやつ。なんか苦味がバランスされてちょうどよくなりますね。コーヒー大嫌いだったのに今本当好き。ちょっと作りかけの別荘に来てるんですけど、まあちょっとまだまだ途中ですけど、まあちょっとねツアーをしますか。僕もここでかなり2年前の夏時間を過ごしていろいろ仕事したので、はい、なので僕がメインに仕事した、まあ、2回3回あるんですけど、ちょっとそこは見せない。今日はまあ、僕が一番時間を過ごしたところをちょっとお見せします。土仕事をしてたところ、ここがまあ玄関で、まあ、ここで靴脱いで、でここにまあもちろんニセコでスキーしに来るのがここにスキー置き場、まあ今イメージしにくいかもしれないけど感じで、まあここが全部玄関ですね、このスペースが。でこっちに行くと、まあ洗面所とお風呂台、このフロアが全部僕が夏2年前掘ってたところですね。全部土でした。2メートルぐらい下掘って、この今立ってるところの下に砂利とかセメントとかを入れてレベルを高くしてます。なんかすごいもうソリッド、はい、まあ今は道具とか置いてあるけど、まあここちょっと想像つくかもしれないけど、まあ、鏡が入って、まあ、洗面台になります。まあここがまあ服脱ぐエリアで、こっちに行くと
そう、お風呂場です。ここは想像力が必要だけど、こっちが水風呂でこっちがあの温泉になります。この壁とかもすごい頑丈で絶対に倒れないですね。車突っ込んでもびくともしないと思う。こっちが、まあ、電気ちょっと入ってないんだけど、ここがあの体洗うところ、こっちに座るところがあって、上からシャワーがバーって落ちてくる滝のような感じになります。はい、まあ、なので出来上がりが楽しみですね。まあ、もっとできた時に、まあ、来年、まあ、今年の冬、まあ、来年にはできると思うので、そのできた時にまた全て、まあ、ハウスツアーって感じで、はい、やりたいと思います。Alright、まあ、ツアーは今回初の別荘ツアーはここでこれぐらいにしておきます。が2階へと続きますという感じで、あの今ちょっと別荘僕も1年ぶりぐらいに見てきました。まあ、結構進んでますね。まあ、冬には終わるから、今年の冬は、まあ、スキーに来てあの別荘に泊まることができると思います。まあ、僕の友達も、まあ、イギリスからの友達とかも呼んで、みんなでスキーしに行きたいなと、はい、思います。まあ、ジムもねもちろん作りたいけど、ちょっとスペース的に難しいかもしれない。そんなすごい大きな場所ではないので、はい、まあという感じで、ちょっと今食べたばっかりなんだけど、ちょっとランチの約束があるみたいなので、ちょっとみんなでランチに行きます。また寿司かなもういつも寿司なので、ちょっと寿司を食べに行きたいと思います。 Yeah、 Yo、 皆さんこんばんは。かなり夜遅いんですけど家に帰ってきました。まあ、あの後特にクリップは撮んなかったんですけど、まあ、ちょっと今ね夜遅いので静かに話してます。はい、まあ今日のビログはここら辺で終わりにしたいと思うんですけど、まあ筋トレ明日またあの行くので、それは違う別の動画で、はい、やりたいと思います。いつも通り動画が長くなるので、はい、まあでも明日から、まあ、またあの食事も、まあ、有酸素も筋トレも、まあ、バックオントラックって感じで、まあ正直ゴルフでかなり有酸素とかできたんですけど、まあ今日はかなり好きなものを好きなだけ食べたので、はい、また明日からトラックに戻ります。まあでもね、たまにはこのような日は必要です。皆さんも長く長く、まあダイエット、まあ普段から別にそんなにね、あの食べたい欲求を抑えてるわけじゃないです。僕もかなり調整して、まあ忙しくても簡単に、まあライフスタイルに、まあライフスタイルにハマるルーティンを作って、しっかりと、まあいい体をメンテンできるようにしてるんですけど、まあね、たまにはこういう、もう好きなだけ好きなものを食べるっていう日もいいと思います。なので今日はそんな感じの、はい、ビログをお届けしました。でそうですね、まあインスタの方には書いてるんですけど、まあ社会人とか起業家すごい忙しい方はたくさんいると思うんですけど、まあその中で、まあ、フィットネスがね、まあ毎日トレーニングしないと、まあ腹筋は割れないとか、もう食事制限が大変だとか、まあそういうふうにね、思ってる方もいるかもしれないんですけど、まあ一番筋トレで大事なのはルーティンを立てるということで、週1でもその週1しか筋トレできないとしたら、まあそれに合わせたルーティンを作って、まあ継続することで結果が出ます。それが一番大事です。で、僕もまあすごい、まあ忙しい時期もたくさんあって、まあ今もすごい忙しい。僕も普通の社会人なので、まあしっかりとした、あの自分に合ったルーティンを立てて、あの筋トレがもうね、前の今まで以上に、まあ、結果も出てますし、あの体も成長してってます。でかなり今あのハッピーなところにいます。なので、まあ、そのようなね、まあ、忙しくて筋トレができないとか、どのようなルーティンを立てたらいいかわからないという方はねいると思うんですけど、まあ、そういう方、まあ、1対1であの僕からコーチングを受けたい方はぜひインスタの方をチェックしてください。そこのリンクから僕とまず1対1であの無料コンサルということで、そこでまずお話しいたします。そこでどのような問題を抱えているか、どのようなルーティンを立てれるか、それとそもそも僕と一対一で長い間やっていけるかっていうことを見て、まあそこでお互い会ってやっていけそうってなったら、はい、一緒に、まあ、やっていくあのコーチングを僕から受けることができます。はい、なのでまあ興味がある方はぜひインスタのリンクにあの無料コンサルを予約できるリンクがあるので、そこから、まあ、自分が可能な時間をインプットして、はい、そこからお話ししていきましょうということで、そうですね、今日はここで動画を終わりにしたいと思います。 Alright、 また次の動画でお会いしましょう。ではこの次まで。